やっぱりロケなんてすごいね。あ、消してあげたんや。警告、動力がオーバーヒートのため緊急ストップしました。これは、That's okay. あげるわ。Keep it. I'm sure お it'll keep 守りよ。よ。safe. Wait here for 待っ me, ててね。okay? あなたの I'm ママ going を back 探to して look くる for your わ。mom. Thanks, Claire. ありがとう。Even though 私、ずっと一I'm 人an ぼっち only で。child, neither of my パパも parents マ ever マも spent much 遊んでく time れwith なかっme た。いつ because もおof 仕their 事だっ work. て。But now でだも、you're with 今はクレ me, アがいる。I finally have 私も someone to 寂rely しくない。upon. Sherry. いいね。ちょっとごめん。ちょっとごめんなさい。いやもう、クレアのこの姿に目ばっか言って。ダメだな、腐ってるな、私ほんま。ああ。待っててね。ああ、腐ってるわ、ほんま。自分で言うのもなんだが、この姿はいいわ、ちょっと。素敵だわ、この姿。お、こっちに行けばいいってことかな？もうそこ通るんですか？ああ、ぜひ、お尻が見たかった。お？待てよ。どうすんねん。あっちぇー。やっちゃったぜー。あれ？シリー探しに行かなきゃダメですよね。まずこっち行きましょうか。エレベーターだ。電源が入っていない。エレベーターの電源を入れて下に降りなきゃダメなんですかね？でもここは新しい場所ですね。これは何だ？お？登れるん？お？どうやってさっき登った？丸？お？押せるのか。ってことは何かの土台にできるってことやな。了解です。で、これ武器庫ですよね。収納ボックスか。まあいいや、どこのドラにするかもわからないんで。とりあえず、自分だけ降りましょうか。でもどうやって登った？さっき。押さずに丸押せばいいのかな？それは、取っていいやつ？すいません、もらいます。ガスに関する。なんか、呼んだ気がするが。ああ、読みましたね、多分これ。これ絶対動き出すって。そんな気がする。ああ、まだいいです。あ、でもセーブしといた方がいいかな。で、こっちは？ああ、上に行くためのね。でもまだ行けないな。ああ、そういうことか。わかった。まだいけないじゃなくて、あれだね。さっきのを持ってこなければいけないんですね。ああ、なんかいるね。なんかいるね。なんて名前だったっけ？リッカ？ちょっと待って、何匹いる？もういない？なんか変な音聞こえますが。ここでエレベーターの電源を入れるようだ。スイッチを押しますか？イエス。
これでエレベーターが使えるようになったと。じゃあ、さっきのね、土台動かして、行きましょうか。上に行きましょうか。と、まあ、その前に、加熱処理用、溶鉄プール。作業員以外の立ち入りを禁止。もう入っちゃったけどね。あれなんかね、使うんでしょうね。あの溶岩。ターミネーター的な。あれ、あのターミネーター面白かったな。どっちやっけな、通貨は、どっちか忘れましたけど面白かったですね、あれ。よし、じゃあ、これ運んでセーブして一旦終わりましょうか。おし、オッケー。いやー、なかなか苦戦しましたな。で、こう行けばいいんですね。オッケー。鍵がかかっている。動力室と書かれている。ああ、動力室。じゃあ、これ、後からまた来なきゃいけないってことですかね。よし。さて、では、一旦止めましょうかね。こいつ超怖いわ。あ、いただきます。よし、じゃあ上書きをして、いやー、なかなか順調に進めてんじゃないでしょうか。まあ、これから分かりませんけどね。はい、では引き続きやっていきたいと思います。さて、以前はね、エレベーターを動かしたってことで、次は、あ、エレベーターを動かしたってことでね、次はエレベーターに乗って、なんか、下に降りればいいのかな？下に行って、シュリーじゃない、間違えた。シュリーちゃんを追いたいと思いますよ。で、ボタンを押しますか。あー、怖いなー。大丈夫？よーし。エレベーターってすっげー怖いですよね、個室なんで。あー、びっくりした。なんだ、裸やねん。お前、それはあかんやろ。ちょ、狙いましょう。よし。ああ、びっくりした。あ、ここあれか、あれか。あれですね、あれ。ちょっと待って。おし。これ、レオン3編できたとこですね。で、シェリーはいるのかな。まあ、そんな、うまい話ないですよね。一体どこに？隠れてるわけでもなし。そういえば、エイダさん、まだ治療中なんですかね？治療中ってか、休憩中なんですかね？ちょっと見てみましょうか。こっちか。さあ、エイダさんはいない。ってことはもう動き出した後か？
さて、またここに来ることになりましたな。これはもう動いてるのか？メインヒューズが抜き取られていて、一部地域に電力が供給されていないようだ。なるほど。じゃあ、またレオンさんと同じことしなきゃダメなんですね。そっか、レオンさんがやったことにはなってないんですね。カードで開くタイプのドアだ。カード。こっちは、あ、よかった。まだレオンさん来てないのかな？ヒューズケース、ああ、ありがとうございます。これですね。これでメインヒューズを作成するということで。よし、オッケー、ありがとうございます。じゃあ、戻ろう。メインヒューズを。ちょっと待って、ここに取り付けて。よし、これでいけるわけですね。さあ、これ開いた、確かなんかいたような。押しますですよね。ああ、これはレオンさん編と一緒か。とりあえずこっち見てみようかな。はあ、びっくりした。だからなんでお前ら裸やん。たたたたたたま。おーし。オッケー。ハリユーザー登録方法。あー、ゲストね。変えました。これはなんだ？あ、ありがとうございます。保安マニュアル。なるほど。あれですね、例の電車ですね。研究員の死体で周りに油をまき散らしている。これはもう入れるのか。早いなあ。あ、びっくりした。おーし、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だよな。よし。びっくりした。これはいいですね。で、こっちにはインクリも持っときましょうか。よし。シェリーは未だ見つからずということで。びっくりしたわ。お前何してんねん。はあ、はあ、ちょ、何やったの、お前は。何吐き出しやがった。はあ、びっくり、ビュー。何近づいたねん、私。びっくりしたわ、自分。もううにょうにょすんな、うにょうにょ。早くシェリーちゃん見つけて脱出したい。
さあこっちは何がいたっけな。これは確か上じゃなかったっけ。ああでかいですよね。ああもう、うああもう心臓が。で、あいつ、よし、分かってたーずなのに驚いた。3匹おったんかい。あーびっくりした。ラボカードキーはここで使うのかな。これは違かったっけな。ん？このコンピューター調べられないの？あ、入れた。ああ、ここね。よし、じゃあセーブちょっとする前に、とりあえずこれは収めといて。あれ？ライター持ってた。しまった。まあいいか。まあいいか。すみません。やっぱバルブハンドルはもういらないんじゃないかな。でも、出しときましょうか。で、とりあえずセーブをして。はぁ、しまったなぁ。ライター持ってたなぁ。使えばよかったぁ。まあ、結局、レイオンさん編でも使わなかったんですけどね。ロケラーありますしね。これも確か。ああ、びっくりする。お？私の勘違いか？あ、来ないのか。終わった。はあ、なんか、すっげえ身構えてしまった。なんか光っちゃう。鍵があれば開けられそうだ。固く閉ざされている。これまさか武器庫かな。あの鍵のいるやつですかね。あーびっくりした。だから服を着ろというのに。他にまだいるか。まだいる？もういない？ああ、いませんね。動力室の鍵、あ、ありがとうございます。ワクチン関係の研究に使う機械のようだ。よし、これ手に入れたら毛布なら行けばいいんですかね。で、指紋登録はあれですね。レオンさん編ではしてなかったんで、別にいいですかね。あれ？してたっけな？ちょっと待ってくださいね。記憶が混乱してる。レオンさん編で、そうだっけな。お、わからない。止まった、あかん、止まった、あかん、私。あれ、レオンさん編で、指紋登録しましたっけね。なんか指紋登録あったはずなんですけど。よしよしよし。いいよいいよ。
ユーザー名はゲストなんで、こうですね。なんか部屋が開けれるんでしたっけ？なんかそんなんがあった気がするんですけど。はあ、ちょっと待って待って、お前らな、お母さんもう亡くなりなりはってんからさ。確かあのシャッターが開けれるんですよね、あの指紋登録してたら。はっ、あらら、またアネット、アネット、 Where's Sherry? シェリーはどこ？ But I asked her. でもジーのことなんて知らないって。 Which room? Tell me. どの部屋なの？お、それで見れるんかい。おったおったおった、あー、やばいやつがおるな。G はペンダントの中なのよ。なるほど、あのペンダントが G なんですね。いや、あのペンダントが G なんじゃなくて、あのペンダントの中に G があるのね。同じこと言わんでもええねんけど。とどろ、うわー、びっくりしたな、そういう風痴なしやんって。ああ、もう。ああ、忘れてた、完全にあいつのこと。もう頭の中がシリーやったわ。ああ。じゃあ、動力室に。ああ、その前にシャッターだけ見ときましょうか。レオン3編でやってたっけな。あーあああああ、びっくりした。もうその変な音立てんでええからな。ああ、もういちいちびっくりするわ今。こっちかな。これですね。シャッターのスイッチがある。ちょっと身構えてしまったじゃないか。ロックを外すには、外すにはスタッフ2名以上の立ち会いが必要です。指紋照合。ああ、やっぱり、レオン3編でやってないからか。ですよね。なんかやった覚えなかった気がしたもんな。なんか最後ね、気になって、見に行ったんでね、私、あの、プライベートの、プライベートでね、実況外で見に行ったら、指紋認証とか言われて、しまった、これしてないからクリア編では開かれへんのちゃうかって思った覚えありますもんね。そっかそっか。じゃあ次のクリア編表ではやりましょうかね。よし、行こう。お、お、お、ちょっと待ってね。
よし、行こう。洞窟の鍵を使ったこの鍵はもう必要ないようだ。イエス。この先じゃない。この先にシェリーがいるのかな。